ボナボナー、なにシマリスのやつを見なかったか。見てない、見てない。あ、なんだ、お前も見てないのか。くそー、一体どこ行っちまったんだ。何をそんなにイライラしてるの。いじめるやつがいねえから運動不足なんだよ。シマリスのやつをここんとこに置いて思いっきり蹴っ飛ばしぶっ飛んでいくの。一日一回やんねえと辛抱たまらんのだ。さて、この鬱憤をなんか別なことで解消しねえとな。待ちな。優しくしてね。あれ、あ、つまらん、全然スカッとしない。やっぱりいじめるのシマリスじゃなきゃダメなんだ。いじめる、あ、いじめてやるよ。シマリスのやつ引っ越しちまったんじゃねえだろうな。引っ越し、家の場所を変えちまったってことだよ。さよなら、このこのちゃん。よいしょっと、あ、よっと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 。なわけねえだろ。じゃあ、さよなら、このこのちゃん。なんか怖い。そんなこと絶対にねえよ。な、ちゃんとあんだろ。よかった。よかねえよ。家があったってシマリスのやつがいなきゃ。ああ、あ、ノンボいるじゃねえか。ほら、いじめてやるからさっさと降りて。お、おーい、変な顔してどうしたんだよ。なんだか頭がフラフラするの。いじめる。ああ、シマリスミスミス、大丈夫か。お空がぐるぐる回って見えるの。シマリス、すげえ熱だ。おい、頭に手を当ててみろ。あ、うん、お前はもう何もするな。こりゃ誰かに見てもらった方が良さそうだな。これはポーレン風邪だな。ポーレン風邪。ああ、早く手当てしないと命に関わることになる。なあ、一体どうすりゃいいんだ。ポーレン草の花を食べさせるといい。ポーレン草。うん、この山向こうの海の近くに咲く黄色い花だ。ただ問題があってな。問題？水につけると効き目がなくなってしまう。それに危険な場所にしか咲かないから、子供だけで取りに行くのはよした方がいいな。くそー、黄色い花なんてどこにもないぞ。アライグマくん、アライグマくん、あれ、ん、何にもねえじゃねえか。もっと上だよ。ん、え、どこ。何もねえじゃねえかよ。もっと上、もっと上、もっと、もっと、もっと上。はいよ、はいよ、はっはっは。ねえ、アライグマくん、どうする。はあ、よいしょ。よーし、そこいら中からツタを集めてこい。何が何でもポーレン草を取ってやるぜ。いやーいやー、よし、こいつが一番丈夫そうだ。
一体どうするつもりなの？こいつを使ってここからぶら下がってほうれん草を取りに行くのさ。大丈夫かな？大丈夫大丈夫。いいか、しっかり持ってんだぞ。うん。あらよっと。何もするな。黙ってみてろ。よっ。大丈夫だ。バメだ、この引き金エロボラ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 。しまりす。